トリュフは食べてみたい。まあ、食べたことあるけど、一応。お、さあ、ということでやってまいりましょうか。アニマル E4 ボス戦週ということで、まず第一戦はですね、バイオ4の時と変わらないというか、まあ、基本的には変わりがないですよね。はい、ということなので、まずはここで、なんか大きな三章ちゃんが出てくるっていうことなんですけど、まあ、バイオ4の比べるとね、やっぱ湖も大きくなっていて、で、いろんなボスがたくさんいらっしゃる中でですね、僕、こいつが一番苦手ですというか、嫌いですというか、もう臭いです。はい。無理ということなので、ドフン。あれドフン。あれウィー。だからそのブン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 やってるっていう音がなんかこいつバレちゃったっていう感じなんですかね。そのままお湖に行ったらよかったんですけど、まあここでねガス入れたてのところなのになんかうまくエンジンが回らないっていうことは何かしらの子再興されていたんじゃなかろうかっていうそんな気がするんですけど、今めちゃめちゃおならが出そうです。はい、そんなこと気にしないで、まあ早速とボス戦をビーンってやっていこうと思うんですが、志村後ろやでー、うおん。ここで食べきれなかったっていうところがですね、まあある種こうレオンさんの運のいいところなのかもしれない。さあモッドをたくさん入れていたはずなんですけれども、なぜこのね得点映像と同じような格好をしているのかと申し上げると、あれあれなんですよ、パソコン変えたからねモッド消えちゃったんだよね。ごめんね、モッドが消えちゃったから仕方がないかなということで、ちなみにこいつあれなんだよね、こうなんか1回目で倒せるだけのこうなんかぶち刺し方をしなかったら、1回1回こう外れてなんかさ、どっかさ自由奔放雨あられってしていく瞬間があるじゃないですか。あれでなんか回復しちゃうらしいですね。それ知らなかったんですよ。だけど俺そんなの無理だから、もうじわじわこうやってぶち殺していくしかないんですよ。さあ、どこだ？出ておいで、パンダ。オッケー。あ、これ刺さってんのか刺さってんのかわかんないんですよね。だからまあ仕方がないから、とりあえずやれるだけのことをやってって、でも多分なんかあれ？あー、また自由奔放になってた。私は解放されましたって。魔法戦士メセナだっけ、救世主と書いてメセナなんですって、ヒュッと。刺さってねえな。全然刺さってねえな。ウィン。ふー。プシュ。あれ。ふぃー。あー、ばばばば。壊れる。もう一回。どこ行った。さあ、出てこい。ウィーン。で、これでまたグイッと飛んでくるから、もうちょっと。あー、めちゃめちゃ下手くそやん。さあ、尻尾。ゴリラ。むっ。キッキー、オッケー、いいですね。これで、しかもね、最終形態みたいな感じになったとき、あー、クラウンかい。なんかあれだね。先っちょだけ入れさせてもらったけど、先っちょで果てちゃったみたいなくらいのダメージを受けているんだけど、これ大丈夫か？痛い。おりゃ、なんか自分で喋ってる声、言葉の意味がよくわからないんだけど、そんなことは気にしないで。さあ、飛んでいくゴリラピッチ姫。どこ行こうというのかえ。3分間だけ待ってやれー。ララ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 ラこのバトルやってる時にさ、浮いてる船さ、なくない？なんかロケットランチャーが手に入る。それ、バイオハザード5。バイオ5もやりたいな。バイオ5もやりたいんだけど、今はなんかこうね、4、RE2、RE3 と来て、RE4 と来てるから、まあその他のシリーズどうしていくっていうところは今ちょっと検討中なんで、まあ、見てみたいよ。面白そうだよ。あなたのトークがもっと聞きたいけど、聞きたくないようなということなんでございますんで、くるくる回ってるんだけど、あれどこ行った？あれ？あ、いた、ん？いた？え？どこに行った？くるくるのサラサーティー！オッケー！さあ、これでおしまいです。あれ？おしまいにならないだと？お前まだどんだけあるんだよ。確かね、なんか50分くらいの動画値を上げた時は、こいつのパートで50分くらい戦ってた気がするんだよね。サラッサラーのサラサーティー。あれ今刺さったよね。そう。このなんかさ、出てきたりさ、出なかったりさ、引っ込んだりへこまなかったりっていうのがさ、すげえややこしいというかめんどくさいというかさ、死ねえよねやろ、急に言葉遣いが悪く痛い、ぐるん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 。いやー、見えなくなったらなかなか難しいですよね。サラッサラーのサラサッ、ドゥシオッケー。もう一丁、ビシ当たってる、ウィー、ドゥシオッケー。おら、あーん、まだですか。結構長いでやんすね。もうあれだよ、翔さん飽きてきてるって言おうと思ったところで、お前空気読めんじゃん、最高じゃん、落ちんじゃん、コチュじゃん、傷口に塗り塗り。はい、ということでね、 RE4 最初のボスデルラグちゃんでした。
では次のボスでまたお会いしましょう。キャオバイバイ。さあ、ちゅうわけで第2戦はこの方第2入場。一体どなたかわかります？そうです、プロセレあのね、第2戦から噛んでたらもうこの先が長重く長くやられるし、まあまた噛んでるけど、まあそんなことはいい関係なく、さあプロレスラー第2入場でございます。私アルゼンチーノゴンザレス入場でございます。さあなんだこいつってことでございますが、なんだかあれだよね、あのもともとそんななんか、あ、違う、生まれた時からきっと大きかったのかなっていうところなんですけど、まあそんなことは関係なしに容赦なくダダ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 ダ、あ、もう出てくるんだ、はい、さあ、わー、大きい大きいおならがプーッと出てきたところで、さあ俺僕、あ、やばいやばい、突進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 ドフン。さあそんなところで容赦なく行きますよ。さあ誰がハンドガン縛りなどという、なんかよくわかんないことするって言ったよバーカロー、おめえなんか一瞬でケチたい、蹴散らされる方は俺でした。待って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 、予想外です、予想外です、仕方がないから、あの腐った腐ったブルーギルを2匹とも食ってやるぜ。ということで、さあ爆発して差し上げましょう。人生は爆発じゃ。た、あ、あ、あ、よけなかったねやろ、てめえこのチュイッと、もう一丁登ることができない。しかしまあ爆発によって相当のダメージを負ったで、あう、アキレス腱が噛まれちぎれ、あっちゃっちゃのピーノ飛んでいけ、ゴール！メッシ一試合6得点目です。あ、まあそんなことを言いながらですね、こっちまでプー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 、おいってなんか今岩が浮いてたぞ、ファッファッファッファ浮いとった。さあということで、覚悟覚悟、プル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 、ヒャ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 、さあ俺のショットガンが、あー、ええか、お前のマグナムがチンコ、おしまいです。まあ、ちゅうわけで、まあ、ボス戦はね、シコシコとシコシコとやっていくのが正しいかなと思いますんで、一旦この辺りで第2戦終了でございます。さあ、パンケーキになった私をバクバクするワンちゃん。美しい。では、次戦迎えましょう。ダミークニューテン、あなたのことを待っておりましたの、ニューカマー、オーカマーウェイ、チナバモロトボ、さあ、ハゲ頭。まだ波平の方が髪の毛が、プリッ。リンダズペイラーちゅうわけで、さあこのハゲ頭もしくは歩き方からしてハゲチャビ部長大乱とコツメコさんネーミングありがとうございます。ということで、無駄なあがきをやめておけって我らが言う、あれれれれれれ、さあ神様って言うけど神様もハゲていた、そうか、皆さんこれはハゲていく仲間なんでございますね。そしてとてつもなく乱暴な扱いをされ尽くしてしまったサラザールさん、あなたに関しては二十歳なのに髪の毛がボーボーに白がボーボー生えていたという、そういう勝手の違いからですね、残念ながらあなたのおぼし飯を受けることは梅干しだったのでございます。さあプレゼントフォーユー、これを食べたら種からガンダグラシン、知ってるかみんな、梅干しの種の中身はハートキャッチプリキュアの形をしてるんだぜ。私はサソリになるんです。まずはムカデです。ムカデからのサソリって、しかしまあ昔あれだね、ムカデ人間って言ってさ、あのうんこうんこなんていうの、あのお尻とね、あの口をくっつけることによってね、あのずっと人間の排泄物を食って生きて、って遠慮なくぶつけていくぜ。さあとんがらしボーン受けて、青ざらし逃げてゆく、登って登って、どうでしょうかな、まあ、とりあえず爆発させるのがいいからね。ショートカッツセッティング、ショートカッツセッティング、さあ行こうぜ。たまったろっと、ここでひれ伏してダウンをしているではないか。なんとも情けない姿だな貴様。それでも一家の主なのか村長なのか、さあおちんち爆発してきましょう。たまたまを3つ4つと増やしていってあげましょうか。子孫繁栄はこの今の日本にとったとてつもなく必要なことで、おますいてー。さあ第2入場の時間だ。分かれて、こっからサソリになるんだ。サソリになった瞬間にいきなりお手手がボコッとこう大きくなってるっていうのは、一体どの瞬間に、ああなるほどね、大きくなるというよりは生えてくるんですね。足の代わりに、さあスコーピオンキングの登場だ。開始数秒でお目玉を弓矢で撃たれてうーってなるやつですね。さあスコーピオンキングの後に出来上がった作品がハムラプトラピューン。おっと、それを投げることもお前まあまあならないのか、許されないのか。さあそんなことでどうする、人生バカけたい、痛い痛い痛い、危ない危ない危ない、あたた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 た、さあお前が投げてくるのが早いか、それとも俺のマシンガンの方が早いか。いいか、球数は多いが一発一発の濃度が薄いんです。さあ痛い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 、さあそんなことは関係ない。マッシュルームブリンバンバン、ブリンバンバン、ブリンバンバン、ブーン。
失礼します。急に私しゃくれてゴンザレスベロン。では次行きましょう。ああ、ちょっとだけおっぱいプルンプルン見てく。もうおっぱいプルンプルンはもうみんなの正義味方でございますよね。ということでバックドラフト、ボンフーン。どんな曲だったっけな、バックドラフトな。もうね、あのユニバーサルスタジオジャパンでもね、 USJ でもユニバーでも聞くことができなくなっちゃいましたからね。さあということでさっさと出ていき、お目玉だけゲッチュ。ということでピョイーン。なんだか急に山んばおーばばー。ということでこうポン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 やってる間もお乳が揺れ揺れちちちポン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 ちちち。オッケー、ただいまでございます。あ、プルンプルンしてる。ああ、そんなとこよりももっとつかみやすい果実が2つあるから、そっちに私は。では次行きましょう。いっちゃった。もんとボスと戦おうと思ってたんこ、どこだよマジで。本当に修理くらいしとけっちゅうの。ほらいーさー、近いでやんすね。お兄さん誰、静かに静かに見えてないんです。トゥトゥトゥルトゥル。しんちょにみんな音を立てるなよ。音を立てるんじゃないぞ。音を立てちゃダメだぞ。音を立てちゃダメだから、ね、いいか。音を立てるんじゃないぞ。音を立てちゃダメって言ったじゃん。めちゃめちゃ音立てますやん。爆発物陳列剤ですやん。力の限り走ってきますやん。なんでこっちわかんの、おかしくね。一発目、おーおー、危ない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 。一発目からなんかすげえゴリッと言ってんな。あだだ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 だ、ビンゴー。さあもう第何戦だかボスがいすぎてさ、 RE4 はさ、ファーウィー。さあ後ろ向け、後ろ向くのじゃゴリラ。お前ごときがボスと名乗らせてもらっているだけでもありがたいと思え。おし、え、ボスとは、あれ、ボスとはこんなにいっぱい武器を揃えたのに、おー、終わっちゃったー。NEXT! ああ、バイオハザード4と言ったら原点にして頂点の今から戦うね、サングリアさんですよね。ワインにフルーツ入れてやろうか、たた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 。さあ、お前のお尻尾を掴んで私がブルンブルンブルン、チカ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 チ、黙れ、チンコのようにガッチガッチだぞ。さあお覚悟、お覚悟、あたたたたたたた、ライフルの弾をボッコボコにしばき上げるぜ。これでどうだ、痛いだろう、カッチャンコン。逃げんじゃねえよ、おしっぷプリプリ、エビプリプリ。いなくなったところでさあ第二バトルフィールドに行ってやろうじゃねえか。2回攻撃を食らったことによってスターの形になっていくクッパのように、さあ貴様の尻尾を持ってブリン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 引っ張ってやろうじゃねえか。さあどこに行きやがった、出てこい出てこい。俺はエレベーターで逃げる気が満々だぜ。ボス戦なもん気にしてられっか、生き残ったもん勝ちなんだべ。ちなみにさ、こんなさ、なんか上にも下にも行ける感じの敵なのにさ、なんでエレベーターで逃げたら追いかけてこなかったんだろうね。それで視覚禁止みたいな感じになっちゃってるもんね。さあペサンタペサンタ、あれこいつなんだったっけ、石ドロだったっけ。石がドロドロ、ミドロドロ合わせてドロドロ、あー来ない。さあいつかどこからやってくるわけがわからない飛んで気に入る夏の虫、痛い、危ない、あちゃ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 、痛い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 。さすがですね、危ないですね。おらら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 、かかってこいよって言ってるから、もう弾の尽きない限りお前の股間にすり鉢をクリ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 、あちょ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 。さあこんな激しい銃撃戦を繰り広げられていると皆様のお目玉がきっとランカーバスになるでしょう。美味しいですね、いただきましょう。さあ逃げて逃げて逃げて、余裕の戦い、逃げる逃げる。さあ宝珠玉ピッピッピーができたらマグナムキーラーでカッチンこっちに向かってくるよね。向かってきたー、痛い。そんなあなたにプレゼント for you。 さあ塊っちょ2回目のお時間です。ティー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 、あ、いなくなってる、俺たち、私たちいなく、あれどこ行った、あ、
お、こんな逃げるってパターンあんの？出てきようって、お前、俺が今から何をしようとしてるか分かってる。そんな乱暴な襲い方しちゃダメです。優しく愛撫をして、下からツーってこう触れるか触れないか、こう、ツーッタさと気持ちよさと間を快感として味わわせるのが私の正義なんです。そんなこんなで逃げる危ない、踏まれたくらいです。私は踏む方です。お尻をペチンペチンしたい方なんですよ。誰もが、あらに直感できたー！さあ、逃げろ。さすが、危ない。冷静に落ち着いて、カウントダウン落ち着け、冷静沈着、雨あられ、冷静チンチン、危ない、キンコンカンカン、逃げ、ブエ。さてと、サードステージにやってまいりましたか。サスケのサードステージは時間無限編ですからね。こいつの扉のくぐり方が荒々しいけど、かっこよくて短くて素敵、ずるい、自分でドアクラ上げなさいよ、ということで、塊の時間です。さあ行こうか。プリッと、まあ、ほんまにサスケみたいなやるけど、いいね、あちゃ、バッキバッキに垂れて砕き散れい、オッケー、静かになりやがったぜ、実況者うるさいまんまだぜ。さあ続いての戦いは、 I'll be back、 チャララチャ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 、急に現れた双子ちゃん、そっちが二人でやってくるなら、こっちはヤクタズズの研究員を連れてきてやったぜ。助けて、誰か、このままじゃ私も一緒に煮えたぎって2025年に行くことができないんです。なんで2025年？そうです、2025年、 IT の壁があると言って、右腕が折れた、一つ頭ルイス上とつい落ちてくる、あまあまちピー、いやこれでチャラだな、割にはね、そうなんですよね、踏まれるの避けろって、避けろって言って、助けてもらったくせにさ、避けろって指示を出しただけでさ、チャラだぜっていうのはなんとも言い難いとこ、あれちょっと待って、あれ爆発、青春爆発課金、ちょっと待って、あれちょっと足元が爆発する、そしてなぜかお前が爆発しているんだよな、あれちょっと待って、こいつもしかして効かないのか、もしかしてマインスローは効かない系の術、嘘だろ、もうちょっと待って、顔にさえ当てること、逃げろ避けろ、踏まれてる、ゴリゴリに踏まれてる、なのに生きている、おかしい、あれやっぱ無理だ、カッキーン、このままじゃルイスをぶち殺してしまうかもしれないが、そんなことは一切気にしないで大丈夫でしょう、なぜならなんか最近のゲームは体力無限だからだ、逃げようとして、あぶねえ、パンチ、ストレートパンチ、そんなことしたら私のお尻の穴が開いちゃうじゃないですか、もうすでに1個あるから十分なんです、2個目など私には不要なんでござ、あちょそうです、ターミネーターを意識したからこのショットガンを持ってきてみました、あーやばい、こう急に出てくるアクションボタン、カンフー、テルテルテルテンソーバイセーフ、アルトバイエルン燻製やーソーセージ、オッケー、一匹目のうちは終わったぜ、さてと、でこっからなんだっけ、溶鉱炉に落としたいところなんですけど、まあさすがにILBパークは残念ながらすることができないぜパークだから、こいつが逃げて、おーい、危ない、近い、お宝物ゲット、逃げていくゲット、私はそしてちょっとだけ水分補給、言いたい、さあルイスがどっかに行っている間に私も逃げる、お前も逃げる、でもなぜここでルイスは一人で逃げないであれだったんだろうね、自分も助け、こいつも誰でもよくわからない日本語をベラ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 、ういー、飛んだもん負け、シャイクぜ、お前のその顔面に黄色い液体、いわばおしっこぶちかけてやるぜ、そんな言葉を言っていたら俺はいつか18禁で追い出されて YouTube の世界から追放されてしまうでやんす、さあおいでこっちに来い、近い、踏んでる、ごちそうさまです、そんなことも気にしないで、さあ回復マックス体力、さあこっからお前が体力が尽きるか、それとも俺の喉がぶち壊れるか、勝負の際と行こうじゃねえか、さあダイナマイツを仕掛けられたところで、お前の背中はおみだし、ダダ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 、さあこれで壊れて後ろから出てきました、さあ私の股間にプレゼントフォーユー、ダダダダダダダ、ちょっとでもこれ相変わらず刺さらない、そのダダッコこんないでくださいよ、なんかそういう畑を落とすみたいな、あの手に持っている木の実を全部撃ち落とされるみたいな、ポケモンスタジアム、チャラチャ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 、刺さってほしいんです、グリングリン、突進したら攻撃力は80だけど威力は85しかない、しかもは当たったらお前が与えたダメージの3分の1だか4分の1だか自分も食らうんだぞ、もっと自分の身を大切にしろ、傷ぐせる
だって1個300円っていう限られた金額と俺だってお小遣いがあるってことだって。ういうえいてて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 。でもそろ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 さ、もうさ、結局バイシャーとにかく全身持って爆発チェンヨキイケ終わりだ。いい、俺が終わるかもしれない。そんなことは気にしない。マシンピストルをとにかく適当にぶちかましていたらそろそろ玉切れ起こすんじゃなかろうか。いいやってさ、倒れたところでいい、行くぜシュワちゃん、俺の T800 のダメージをどれガッチープリ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 。I'll be back。 さあ皆の者、ブルイスの最終勇姿をしかとその目に焼き付けろ。これがルイス・セルヌ・パーローの最後の元気な姿だ。だがしかし、その仇はこの私、変態紳士おちんちんまみれの人間が全てを燃やし尽くしてやるから覚悟をしておくんなまし。ご安心ください。何にも安心できる要素一つぼっちとしてないがな。さあ現れたの勃起症さ。お前常にギンギンすぎるんだよ。なんでそんなに声がガラガラなんだ。さあ気になるところがたくさんあるかもしれないですけれども、さっきからこの実況中継、私全てにおいて下ネタしか発言をしておりません。こんなものが世に出てしまった。その後に娘が物心しっかりついて、パパこれ何って言った時に、私は何一つとして答える準備がないままに人生を終えてしまいそうなのだが、皆さんこの焦る気持ちをどの程度ご理解いただけるだろうか。さあ少なくともベレー帽をかぶっている時点で、星のカービィに出てくる絵に何かを描いたら具現化することのできる美少女仮面ハウサンスーチンか、もしくは手塚治虫で、コラ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 、ダイナミックに転がっていった。さあ振り返れば奴がいる。 I want you。 さあ織田裕二がこの世界にもやってきた。世界陸上の始まりだ。まずは 100m 走、そして棒高跳び、ツン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 、いくぜ三段跳び、痛い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 、ハンマー抜き、やり投げキック、おう跳躍。そうか、それは棒高跳びをしているんだな。私の棒も高く飛んでみませんか。棒が高く飛んだらもうそれはもうフライングチン、さっきからもうさっきしまいかい。ちょっと待って、ストップストップストップ、ストップBin season in the sun、 ツン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 、いくせメレーができない、なぜだメレさんの羊、今あなたの後ろにいるのってか、この野郎、いくぜベイベッテイ、つい、まだまだ甘いぜ。2年前に何が起きたか忘れたかってか。そうです、私2年前に転職を行いました。今の人生最高、ハッピーラッキークッキーもんじゃやっけー、よっしゃい、いくぜフィー。さあぐるぐる回っていい、最後で2年前って、他に皆さんどんなことがありましたか。2年前、やばい、出し切れぐえ、ちょっと待って、でもよくよく考えたら2年前って今頃転職活動をぶりっぶりにしてた頃じゃねえかよ。そうだよ、今の会社に決まる最終面接を受ける頃。さあ勝利を収めたところで、ルイス・セラネ・バーローの最後の勇姿をお前に見せて、バギン。ここでナイフを飛ばさないという素晴らしいあれだな、握力だよね。あれ時速 10ってさ、まあ10にもよるんだろうけど、時速何キロでマッハ何歩で飛ばされてるんだろうね。それをさカキーンって飛ばされてもさ、もう握ったままさってもうとんでもない跳躍力をこれピョンってやってる人で、あこいつ奇跡体にやられてるなっていうことがなんかね、だって普通に考えたら人間あんなに飛ぶことなんかまずありえねえポンムだもんな。さあということで最後の人生のいい服を過ごしたところで、ルイス・セラナ・バーローが一体どんな人間だったのか、これは皆様知る由もないかもしれない。ていうかさ、バイオ RE4 もさ、エイダ編でさ、100超えて、現れたアルバート・ウェスカ・チュワーンってなったところでさ、ルイス・セラナ・バーローのさ、こうなんか、生い立ち的なところもさ、ここの世界のだけでなく、じゃあ、そのな、だけじゃなくてさ、なんかルイス自体を操作してさ、なんか、マーセナリーズとかだけじゃなくてさ、そういうところもなんか描いてくれてたらすげえよかったなって、なんか結局一個一個がこう、なんかね、まあ、浅いというか、ばっか、私、こう、求めるレベルほどではなかったという感じがするんですけど、
皆さんは果たしてどんなお気持ちでしょうか。さてクソみたいな人生ということだったんですけども、人生は全部クソだから安心してください。どんなにこう名を残そうか、結局はその時その時に生きていた人たちはほとんどはですね、もうね、あのクソのようにですね、あの死んだその直後にはもう一体あの人って誰だっけって忘れられていくような人生だからご安心ください。ふわー、俺も含めてな。さあということで、いよいよ城主様、髪の毛が生えたことによってハゲ教祖様から見せられてしまった残念なやつに会いに行こう。よくよく考えればさ、こいつもよくわかんないままだよね。ただ単にあのテキスト上ボリボリに罵られたまんまでさ、中途半端なネイルしてなんか青いのか紫なのか、それともハゲてるのかちゃんと塗ってるのかもよくわかんないようなペロッペロのやつやっててね。でこいつ帽子どこやったのっていう話だよね。あれ帽子かぶってたよね。あれもともと帽子かぶってなかったっけ、この RE4 の作品って。もうなんかもう何十年も前に遊んだよ。ああ巨乳ちゃんがベレー帽にペロペロされに行っちゃったんで、そうです、私がミスターケネディです。あ、変なおじさんだから、変なおじさん、うるせえ、黙れこの野郎、くたばれ、落ちていけ、さよなら、バイバイ。ブスイブスイってどういう意味なんでしょうね。まあ、息とかさ、無邪気とかっていうのとは全くの逆で、あの鬱陶しいやつっていう言葉なのかもしれない。それ通りのこと言ってんのか、かえめこの野郎。その通りです、その通り。ミュージックスタート。ドゥダッ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 ダラダラ。さあムービーの間にちょっとドリンクを飲もう。ちょっと連続でやってるからしんどくなってきて。さあ最終章の幕開けだ。幕開けというまだ世にも出ていない商品をまるでクラウドファンディングかのように開発費をいただくことによってラモンを倒します。あっしゃー。なんかこっちをチラッと見て覗いてって、さあ爆発、おいしいですか、おいしいですか、そうですか、そうですか、たまらないですよね。ピッとさあもう一丁爆発してくれてもいいでも、えい、落ちてゆく人生が破滅して爆発して、そうそう、いくぜ、ぽい、あー、よきやがった、うまいですね、うまい棒ですね。1本11円か12円か、税込みでいったらいくらになったんでやんすか、ちょいっと、あだだ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 だ、おかく痛いあっち、くっそせえ、お前飲みすぎだって。どうやった、普通さゲロって茶色だよ、痛いやっち、くせえなるなる、ね、そんな黒色になるってどんなもの飲んだ、イカスミ、まあ、イカスミをそのまま直接ぶち込んだか、それとブラックビールか黒の地ビールを飲んだのか。さあ落ちていった。なんかでもこいつを見ていると FF とかに出てくるなんかさ、あのなんかよくわかんない、あのほら触手とかのさやつがいるじゃないですか、あのお口パックンチョで、まあ、大きなお口を開けて、であのその横サイドになんかあのいろいろと、お危ないよ、あの前に食われたら一撃で死ぬという恐怖心は、俺は恐怖心じゃねえな、恐怖は俺は何度も味わってグエ倒れてる。さあそんなところ遠慮なく行きましょう。カルトパイソン覚悟 S12SW12 オリアパコ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 日曜日。さて次は一体どういうやつをしようか。これで回復、逃げて、ゴミ以下だと、お前がゴミならお前、俺がゴミならお前は埃だ、でやっち、くせー、またよくもやりやがったな、お前攻撃のバリエーションが増えて俺はワクワクずつぞ、負けねえぞ鳥山明さん、俺の戦いっぷりを見ててくれた、使うピーン。さあ回復回復、ガンパウダー、さあくる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 、お前のその硬い外皮にダメージをちょこ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 当てていても、いつかはそうだお亡くなりに、そうだ京都へ行ってみようという状態になるのかもしれない。京阪電車に乗ってったら淀屋橋から出町柳、俺らどこ行った、行くぜ覚悟しろ、お前の爆発物陳列祭は俺の手に逃がせてって、さあ行くぜ、ファイヤーって行くぜ、やばい壊れる食われる死んじゃう、食われる死んじゃう、おいたいたいた、あちゃ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 、あれどこ行った、どこ行った、ぴょぴょ、爆発爆発陳列罪、デイデッ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 、おいオッケー回復、さあどこに行った、後ろか、お前なかなかあれだ、俺の後ろを取るとは、お前か北斗晶しかいないぜ、あーしゃー出たいしねーと思うじゃん、素晴らしきかな人生。さあいよいよ島へ乗り込んでいくか。なんかもっとこうボスがいたような気もしなくもなくもないんだけど、孤島に来たらボス戦ってこいつが最初なんだよね。うん、まあそのなんだろう、リヘナラドールチアンまでとかさ、あのアイアンメイデンチュアンまでとか入れていくと、まああれかもしれないけど、あやつらまあ所詮は中ボス、そう考えたらあれかな、ガラドル、あ
今いろいろとやってって思い出したけど、ガラドール双子編やってなかったね。まあそういうなんかね、まあ楽しいことも一個一個カットしてって、やっぱりそれまで入れちゃうととてつもなく大変なことになっちゃうから、逃げろ避けろなって、お前どんな技かも見切ることができないのかということで、さあ全てにおいて爆発。なんでそんなんかよくわかんないことしちゃ、蹴りをつけようって言ってるような余裕態度見せれるような場合じゃないだろうが、オリアマンデラマンデラって一戦痛いドン。この爆発は自分も食らうことがないのかな、まあいいけどさ、めちゃめちゃ回復力あるわん。さあということで、どうでもいいことをしてみな。痛い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 痛すぎて、お手元のプロテインを落としたな、もしかしたらカランコロンカランコロン言ってる音を皆さん聞こえたかもしれないけど、そんなことはキーマカレーです。いく避けろナッパ、オッケーいいね、今度は太陽系避けることができたぜ。あおりゃ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 、お前さ、さっきがその避けっぷりが半端で溶けていけなくなるっていい、足元が爆発。足元をおろそかにするやつはサッカーでは勝つことができんの、本当それ。サッカーやったことないからよくわかんないんだよね、俺サッカーやってもキーパーしかやったことがないからね。そんな人生は雨やらキック痛い、あんなら雨っていついとあったっけ、お前が一発切り刻む間に俺は一発爆発する、回復、危ない回復じゃねえ、回復爆発、死んだ、いや俺は生まれ変わったのだ、生まれ変わるっていうことはつまり痛いんです、痛いんです。さあ回復しよう、チュイン。さて俺の、あやばいやばいやばい、この間抜けがで、あおあおあお、地割れ地震、てて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 、助けて、お心臓にプリン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 、鼻毛ってスパゲッティ爆発って、ボルト用マインを回収はしないよくべきか、こっちにとけば、そうなんです、私の足元にお前が来れば痛い、そんな飛び越えてくるなんて聞いてないよ、お返しプレゼントフォーユー。てかこのカウンターパンチだけで勝つことってできるのかな、このナイフを刺して、あの100回勝てば、100回刺せば勝てますよ的な、そういうプンと。さあお前は私を先回りしてこないんだよね、足に刺さってるぜ旦那、甘いぜ、優勝回復して、さあ来い来い来い、さあ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 この3発をお前にぶち込んでやれば私の勝ちだ、お前は所詮俺の足元に来ることすらままならない、ままてててててて て、いやーまだ意外と生きてらっしゃる、そう思うじゃん、あ、おしまいじゃない、マジかよお前、そこで瞬殺喧嘩、ピョイン逃げろって、くる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 で、よし繰り返ってしまい、そうです、新しいお米美味しいんです、せい逃げ、痛い、うい、爆発している割には綺麗な綺麗な体をしているじゃねえかお兄ちゃん、さあお前の体に今から大きな大きな穴を開けて、男という男にそこにブチュ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 刺してってもらおうか、ナイフをね。で、次の戦いが終われば、いよいよ終わ、え違うわ、次の戦いが終わって終わりっていうことですね。終わって終わりって、もうなんか、バカが喋ってるのか、まあバカなんだけどさ、バカが喋ってるのともう変わらないコーナー、なんかトーク力になっちゃってんだよね。さあ、ということで、次回はですね、ハゲチャビンの大統領が来るということでございますんで、皆様、こうご期待、グッドラック、お楽しみに。まずは、こいつらとの感動のお別れを、イチャ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 して邪魔するべ、素晴らしい名作を私が邪魔してゴンザールス、ハイセルラプチューグエー、ここでね、ニカオだな、全然ロキアチャワリ、ここで初めてイアン、だから本当にここで死んだっていう設定にしてるんだろうね、これで5になんか RE5 に出てきたら面白いんだけど、そういうわけにもいかないっていうところですよね。まあ今年はバイオそのまま出ないのかな。さてさてさて、サドラー戦行きましょうか。待ってろオズムン。あーまあなあ、ゴリ押しですが、まあ仕方がないですよね。バイオ RE4 もいよいよ最終戦に挑んでまいりましょうか。そうですそうです、挑んでいくのがすごく大事なんでございます。ちゅうわけで、まあこれが終わったら一応エイダはエイダで別に痛い、絶対足
指の先まで全てが粉砕骨折しているはずなんですが、そんなことは気にしないで、うわすごいだろすごいだろ、これが虫の力だ。まあ、こいつ自身が虫は虫お首ちょんぱして、なんでそんなにいきり立ってんのこいつ。でもまあ結構ボルデモートなんだよな、ハゲ散らかして痛い。結局エイダにボコボコにされるっていうね。でこいつの服の何がすごいかって言ってね、一切破れることもなく、まあ、確かにあの多少焦げる程度はあるかもしれないけど、服異次元を保ったまんまっていうことは、まあ紙アプリのねあれだよね、あのハンタースーツ並みにね、ヨーフーってことで、これ多分あの布なんだけど、相当のあの防弾チョッキーみたいな感じになってるんですよね。はい。でなんだろうな、もっと分かりやすい言葉で僕のことを罵っていただけないでしょうか。バーカ、あーほどじまぬけっていうさ、もう小学校1年生があのこう小学校に入った時に初めてこう怒りの感情をどうやって表したらいいかっていうのが分からないけれども、なんとなくそういう言葉で相手について罵っていけば、なんかこう感情を逆なでることができて、かつ自分のストレス発散をすることができるんじゃないかみたいな、そういう感じなんですよね。その重き追憶の許しっていう字もさ、もうね、あの謝恩っていう字とか、謝恩セールの謝は謝るっていう字だからちょっと違った。さあ行こうか、勝負だ、てぃ爆発しろ、青春は爆発じゃ、ドン、ほい装着して、ぺい、痛い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 、これ当たってる、違う、じゃあこれ G 装着できる、これ、あ違う、 F ずっと押してた、痛い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 、じゃあなんで捨てようとしている、なぜ捨てようとしている、やばい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 、ジャンプ、あ今食らって、おいおいおいジャンプしてるタイミングで食らってたじゃねえか、どういうことだよ、おい、まあいいや、ほいで、G めんちゃ漬けラッパラーチャー、痛い爆発、あれこれ食らってる、食らってないですよ、何も否定できません、ちょっと待ってね、じゃあ回復しておいてからの、うら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 、連打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 、シーリサラスイー、いい押してるのに、いいシーシージュニアっていていて、ドラッキー、ドラッ、ノッ、おめめパック、くる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 、コンティニュー。いや、こんな下手くそなさ、プレイを見せされた皆様、どんなお気持ちですか。私は今、穴があったら入って、そこにコンクリートを染み込ませて、もう塗り固められて日本海に沈められたいところですね。日本海側の越前岩につつかれながら、そして気づいたら提灯岩こう、うわこっかい、いいだろう、スキップだ、おお、え、そうなんですよね、 G 行為ができなかったから、ちょっとやっぱ G 行為はやっぱあのね、えいってー、なめんなよ畜生、お前のやろ、こ、あれちょっと待ってね。9。よし、じゃあ、とりあえず、もうなんか、いろいろとこう、しばき上げていこう。あたた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 た秒で殺されたんだけど、儀式もクソもあの、ああ、あれだね、あのこの RE4 が始まるときに最初に斧で殺された女の子がいるじゃないですか。あれみたいだよね。あれもまださ、あの、なんか、ギャズビコー、ギャズビコーとかって言ってる感じだったのに、それすらもないままなんか終わらされたっていうところだよね。ということで、もう逃げます。ほい。ああ、取れなかった。よいしょ。ジーうら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 、さあ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 、痛い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 、ほいっと、あ、ショートナイフができたってことは、ショートナイフってことができたってことは、違う、そう装備しない。知らん、あれクラフトは、あ、出た。クラフト、ボルト、ボルテージ、ナルトができない。ちょっと待って。まあいいや。飛びます。ドゥーン、あー、たた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 。いい押して、だからいい押してるだっぴや。やべって、俺下手くそすぎっち。
あのね、これ、落ち着け、落ち着くんだ。カムダウン、カムダウン、カム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 キャット、カムカムキャット、カムカムするんだ、ピッて。あれ虫初めからいるの虫。虫は虫したいんだけど、いるのね、知らなかったで、ゴリラ。逃げろ、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 で、トタ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 。ティー、これ食らってる食らってないね。食らってるのか食らってないのか、どっちなんだい。オーケー、食らってる。あ、痛い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 。ちょっと待って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 。落ち着け落ち着け落ち着け。よし。で、こうなった時に、ティー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 。あ、行かないんですね。なんかすげえ連れ去られそうな予感がする。ちょ、連続攻撃はダメです。連続攻撃は、ダメだから爆発は陳列じゃ。ちょっと待って。え？ああ、もうそっちに集中してたらさ、もうそっちにチョイン。すごい歪んでる。ティー。おら、おら、おら、おら。うわ、なんかいっぱい呼んできた。いっぱい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 来た。いっぱいおっぱい、おっぱいがいっぱい、おっぱいがいっぱいある。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、ファイヤーライフルの弾を取ったところで俺にはこれっぽっちもいい。なんかすげえ歪むんだけど、あれこれどういうこと？画面が揺れる、歪むなんてこと今まであったっけかな？あんまちょっとわかんないんですけど、ちょ、あれ爆発して、爆発して。オッケー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 。潰れる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 。この距離で潰れないとはどういうことですか？笹錦、これ食らうな。あー、食ってっぱりー。マインクラフトじゃなくて、マインクラフトはゲームです。そんな夜更けに。オッケー、ティーで、ハメハメハメピピピハメピピピ。あ、ちょちょ、オッケー、いいね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 。はい、もう一丁。もう、ああ倒れた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 っていうことは、これですよ。ブロックバタフライ、あれ、マーティーマックフライ、マーティーマックフライ。オッケー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 。これでこれで、あ、ちょちょちょ、もったいない、そんなもったいないことしないで、もったいないことしないで。 F と G がもうすごいことになってるよ。 F で G しちゃうよ。うん、すごい登ってってる今。もしかしてもしかしてだけど登ってってるんですね。違うわ、登ってなかったわ。え、あ、じゃあ登ってんのこれ、登ってんのか登ってないのか、どっちなんで。いやー、ラプラスよーとか言ってる。ラプラスは氷タイプと水タイプのポケモンね。本当にそんなことは気にしないで、どうしようかな。じゃあ、とりあえず、雑魚敵をた、なんで、どういうこと、どういう状況、どういう状況。待て、落ち着かんかい。そして装備できてねえし、結局装備できてねえんで。ほい、ほい、ほい。あ、いてて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 て、ほい。いや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 、ラスプラーガースー、危ない、危ない、危ない。もうちょっとであれだね、首ちょんぱ、パッチョンチョになってる。なんでなんで、危ない。そうすると、これ、ん？装備します。で、発射準備オーライ。でーん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 。あ、よっしゃー、来たー！ 2 回も殺されたんだよ。1回くらい死んでくれてもいいじゃねえかよ、バーガー野郎、にゃろー。2回も死ぬなよ、お前。ボス総集編ってさ、そういうやつじゃなくてさ、こう華麗にボスを倒していってからこその、なんかこうね、ああ、こういう風にボスで戦うんだよ、立ち居振る舞いってそういうことなんですねっていう、かっこいいところを見せなくちゃいけないのに、もうすべてにおいてかっこ悪くて出すくってっていうところなんですよね。まあそんなこと言いながら、うにゅ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 う、すごい。ああ、もうこんなおちんちんが何本も入ったら、あの 3P とか 4P とか、あの 5P とか、あの雪印チーズのさ、あの 6P とか、なんか余裕でできそうな、ぴょん、マリオ。さあ、くるっと俺がやって、奴がいた。ということで、ありったけの、ありったけの、じゃあ、おめえがそんなにチンチン出すんだったら、俺は一発集中ですよ。質と量だったら、量を選ぶお前には、俺は質を選んで、お前に一発でも二発でもマグナムぶちかまして、とか、はい、連発。で、ほい、呼んでからの、てぃ、全然ダメだな。全然ダメなので、今度はこいつですね。あーたた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 た
あれなんかさっきから全然さボタンが出ないんですけど、ボタンが出ない。おお、来た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 、俺の一物増物をくれてやろうじゃねえか。さあハーフサイズのホルモンユッケ、あこうなったらこれ以外できないって発射でーん。これでもな、結構なんか適当にどっか打ってもなんかあのぶちのめして倒すことができるって、なんかそういう噂話を聞いたことがあるかなと思うので、まあそんなことを言いながらも、そうは言ってでも仕方がないと思いますんで、はいお注射の時間でございます。私のご機嫌を取るためにナッパマッパ個人んはいということで、バイオあこれでよく生きてるような普通の人間だったらもうあれなんですよ、あばらがボッコボコになってもう死に散らかしてるっていうところなんですよね。はい、ということで本日はですねははい。ということで、RE4 のボス総集編は以上でございますんで、また別のシリーズでお会いできたら幸いの極み、極上の幸せでございます。では、チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしくお願いします。また次回別のゲームでもお会いしましょう。チャオ